共費とは、中華民国統治下の中国において、中国共産党の指導のもとに活動したゲリラのことである。非族のうち共産主義を掲げる集団とされ、共産比、赤比、毛赤比、中共比とも呼ばれた。なお、共産主義者からは、民衆の支持なしにゲリラを行う者は、極左冒険主義者と呼ばれる。 例えば、マジマ共産党暴動や八十一よし厚し暴動を起こした教費である朝鮮共産党員を、金日成は極左冒険主義者と呼んで下げ住んでいる。教費は共産主義を歌う貴族で中華民国、満州国、大韓民国などに存在し、政府によって討伐対象とされた。教費はソ連共産党政治局の実質的な支配下にある。 コミンテルン、プロフィンテルン及びプロフィンテルン株組織の太平洋、労働組合初期局から資金、革命手法及び連絡手法を提供してもらい、細胞組織を設立して、プロパガンダを流したり、ストライキや暴動を起こし、ロシア内戦を再現することによって、最終的にソビエト地方政府の樹立を目指していた。これらの組織には、スターリン支持者とトルツキー支持者とがいたが、 トローツキー支持者は時世を顧りず、極左冒険主義者だったとされる。極東における共産主義者の連絡役は、太平洋労働組合初期局の初期員、イレール・ヌーランであったが、1931年に上海で逮捕されている。教費の中には権力を掌握することに成功するものもあり、中華ソビエト共和国、朝鮮民主主義人民共和国、 中華人民共和国などを建国している。また、韓国では反響を掲げる李承晩大統領によって、教費や協力者それに類するものとみなされたものは徹底的に殲滅され、その過程で聞き喜び虐殺事件、歩道連盟事件、かやえりいくつ民間人虐殺、今まさよし虐殺事件、三世関陽領民虐殺事件などの事件が引き起こされている。 国民党の北伐以来、共産党が農民を先導し、誘導必ず大無心不列などと唱え、農民が地主から土地を奪おうとしたため、農民は地主から解雇され、後に拒否となる。共党、ひさげ小階級、党が前層、義魔やかし農耕、偽造民意、殺戮無庫、創奪罪、引き霊教、あだし孫親、誘惑青年学士、造成赤色恐怖、 流読書及び、財、無分高、人格不論兼務、ユードミナ号、無心不列、ボンワガ神聖農耕も、及び武装同士、幕府機出や、基礎の族外。共産党、階級闘争を提唱し、農耕を偽騙し、民意を寄贈し、無罪者を殺戮し、財産を強奪し、霊教を危機し、親族をあだしし、青年落語を誘惑し、赤色恐怖を引き起こし、 外力を流すは、財産高に分けることなく、人格権具を論じず、土地を有するは皆横暴で、真の劣らぬことなしに及ぶ。およその我が神聖の高ならび武装動士は、質化を破り壊されぬものなく、その俗外を被っている。国民党、農政視察団の報告事文は、これの土軍に受皮傍地を出発し、拒否討伐に赴いた。 共闘の難を持つた地方の惨状を目撃して、自分は一個の感想を抱いた。共産党は、農耕革命を標榜しているけれども、その実はかえって農耕を気だましている。この地方一帯は、本当の農民と労働者は全て共闘に殺され、尽くしている。共産党の暴動に、重負者は全て流民や悪感であって、 本当の農民労働者は逃亡するか、もしくは殺害されている。この地方一帯の電磁には工作するものがない。この状態は実に残酷を極めている。共産党は本来ロシアの創庫である。ロシアに、お手すら適当ならざる、共産主義を固く、手術で品に持つ敵て実行せんとしている。まことに遺憾至極のことである。によて自分は、 共産党員が国を外市民を害する分子であることを悟り得た。我らはまさに同心協力して共産党を滅ぼさねばならぬ。これが自分の感想である。貴君はどんなに考えるか、国民党訓練総幹部共産党論図記者は次に、貴君は岩木に学校を設けたと尋ねると次のごとく答えた霊人小学校を数箇所に設けたが生徒は、 極めて少なかったので県教育部は人を走して、個別的に尋ねて周り一人の児童を見れば、課長から叱られたかどうか、なぜ、例人小学へ入って勉強しないのかを尋ね、もし児童が、課長から叱られたとかあるいは父母が入学を許さないと、答えれば直ちにその父母を逮捕し、いわゆる、反革命罪を持って処断した。かくて児童が、いよいよ入学すると必ずまた強制して、 自動団に加入せしめ、毎日共産主義の教育を施しその幼稚、無邪気な頭脳を麻酔せしめた、いわき通信。ありがとうございます。